木村弥生は日本の政治家、看護師、自由民主党所属の衆議院議員、父は元衆議院議員の木村務、妹は江東区議会議員の高橋恵会、東京都江東区出身、東方大学附属東方高等学校を経て、1988年にフェリス女学院大学文学部国文学科卒業後、学生時代の交際相手と結婚し、 専業主婦になる。25歳で出産し、長男が高校入学後に離婚した。1999年から父、木村勤衆議院議員の公設秘書を務めた。やがて、これから看護の時代が来ると考えて看護師を志すようになり、派遣社員を経て、2004年に38歳で、慶応義塾大学看護医療学部に年次編入。二千七年度を卒業。 看護師免許を取得し、慶応義塾大学病院婦人科に入職。その後、2008年に、大学時代の恩師が会長を務めていた日本、看護協会に入り広報部で、取材活動に従事。同年から会長付政策秘書、2013年から広報部課長、2014年から政策秘書室長を務めた。2014年12月14日、 第47回衆議院議員総選挙において、比例北関東ブロック、自民党名簿第34位で出馬し初当選。自由民主党待機児童問題党、緊急対策特命チーム座長に就任。2016年4月22日、自由民主党京都府支部連合会の公募により、次期衆議院議員選挙での京都三区候補者に内定。二千十七年十月二十二日、 第48回衆議院議員総選挙において、京都3区及び比例近畿ブロックに重複立候補。希望の党の泉健太に敗れるも比例復活で再選。2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で総務大臣政務官に就任。ありがとうございます。